レミゼラブルは2012年12月21日公開のイギリスアメリカ合作のミュージカル映画、ビクトル・ユゴーの同名小説を原作として1980年代にロンドンで上演され、以後ブロードウェイを含む世界各地でロングランされていた同名のミュージカルの映画化作品である。この映画の原作は小説そのものではなく、小説を元にしてできたミュージカル版である。 そのため、映画のストーリーは、下記の小説版、あらすじとは、細部で異なる。1988年、アラン・パーカーが、レ・ミゼラブルのミュージカルの映画を監督すると、考えられていた。しかしながら1991年、ブルース・ベレス・フォードが、監督契約を交わした。1992年、プロデューサーのキャメロン・マッキントッシュは、 トライスター・ピクチャーズと共同で映画を制作することを発表した。しかしながら映画は企画地獄に陥り、頓挫した。2005年、マッキントッシュはミュージカルの映画化に対する願望が再燃したことを表明した。レミゼラブル2 5スアニバーサリ e r s a r y の DVD とブルーレイの発売の際、ミュージカルの映画化が告知された。撮影セット2011年3月。 ウィリアム・ニコルソンが脚本を執筆、キャメロン・マッキントッシュが制作し、トム・フーパーへの監督交渉が行われた。2011年6月、ワーキング・タイトル・フィルムズとマッキントッシュは制作を開始し、2012年に主要撮影を開始するようスケジュールを組んだ。同月、ヒュー・ジャックマンがジャンバルジャン、ポール・ベタニーがジャベール役に交渉された。他に、 アン・ハサウェイとヘレナ・ボーナム・カーターがプロジェクトに加わった。2011年9月、ジャックマンがジャンバルジャン、ラッセル・クロウがジャベール役に決まった。その翌月、マッキントッシュはハサウェイがファンテーヌを務めることを発表した。ハサウェイは役作りのために自身の長い髪を切り、ピクシーカットにした。2011年11月、エディレット・メインが マリウス・ポン・メルシー役でキャステされた。またエポニーヌ役には、ディア・ミシェル、テイラー・スウィフト、スカーレット・ヨハンソン、エヴァン・レイ・チェルウッドが候補に上がった。2011年12月、コゼット役のオープンキャスティングコールがニューヨークで開催された。同月、フーパーは映画が 3D では撮影されないことを明かした。彼はまた、上映時間は2時間半であり、 間もなくエポニーヌとコゼット役のキャストが発表されることを明かした。数日後、サシャバロン公演がテナルディエ役でキャストに加わったと報じられた。その同日、アーロンとベイトがアンジョルラス役にキャスティングされた。同月末、ジャックマンはキャストたちのリハーサルが翌年1月に始まり、3月から主要撮影に入る予定であることを明かした。また、 キャストは事前に録音された曲をリップシンクするのではなく実際に撮影の場で歌うことが明かされた。2012年1月アマンダ・サイフリットがコゼット役テイラー・スウィフトがエポニーヌ役にオファーされていることが報じられた。しかしその後スウィフトは公式にはオファーされておらず報道は誤りであることを明かした。1月12日レッドメインはインタビューにて サイフリットが、コゼット、ヘレナ・ボナム・カーターがマダム・テナルディエを演じることを認めた。同月末、プレスにて、サイフリットが、コゼット役、トベイトが、アンジョル・ラス役に正式に決まったことが確認された。後日、コルム・ウィルキンソンとフランシス・ラッフェルが、キャストに加わり、ウィルキンソンが、司教、ラッフェルが、売春婦を演じる。他に、ジョージ・ブラグデンが、 グランテール役に決まった。月末、マッキントッシュは舞台でもエポニーヌを演じた経験があるサマンサバークスが同役に決まったことを発表した。2012年2月、ポーツマス大学とチャトム・マリタイムでエキストラなどのオーディションが開催された。数日後、マッキントッシュはボナム・カーターがマダム・テナール・ディエを演じることを正式に認めた。彼はまた、 映画で新たに追加された曲名はサドゥンリーであり、コゼットどもを引き取り、未来に思いを馳せるバルジャンを美しく語ると発表した。月末、ザさんは長らく噂されていたバロン公演がテナルディエ役に踏み切ったことを報じた。ウィンチェスターで第二版を支持するトム・フーパー。主要撮影は2012年3月8日にフランスで開始された。撮影場所は他に、 ウィンチェスターカレッジ、ウィンチェスター大聖堂付近、ポーツマス海軍基地、イングランドのオックスフォードとパインウッドスタジオが含まれる。撮影開始と同日、映画の公開日は2012年12月7日から同月14日に変更された。一週間後、サシャバロン公演が正式にテナルディエ役に決まり、さらにダニエル・ハトルストーンがガブローシュを演じることが確認された。また、以前に、 舞台のキス・レ・ミゼラブルに出演したハンナ・ワディンガム、ハドリー・フレイザー、ダニエル・エヴァンス、ケリー・エディスが映画に早くで出演する。2012年6月23日、ヒュー・ジャックマンはすべての撮影が終わったことを明かした。ミュージカル映画では劇中で披露される歌は事前にスタジオで録音した曲を撮影現場で再生し、役者は口パクで演じるという方法が多いが、 本作では歌唱はすべてその場で撮影しながら録音したものである。現場ではピアノの生伴奏を役者にイヤホンで聴かせながら撮影した。アンハサウェイは劇中で長い髪を切る単発になるが、このシーンはカツラやエクステではなく実際に髪を切って演じている。2012年5月30日、映画の1本目の予告編がオンライン上及び、 スノーホワイトの上映時に公開された。2012年9月24日、映画の新しいポスターが公式 Facebook 上で公開された。そのポスターは、イザベル・アレン演じる若年期のコゼットをフィーチャーしたものであった。当初アメリカ合衆国では2012年12月7日、公開予定であったが、12月14日に変更された。しかしながら2012年9月18日、 同日公開予定であった、ホビットを思いがけない冒険との競合を避けるために2012年12月25日に再度変更された。これにより、ジャンゴ繋がれざるものと同日公開となった。イギリスでは2013年1月11日に公開される予定である。2012年11月23日、ニューヨークのリンカーンセンターで初めて上映され、監修から スタンディングオベーションを受けた。翌日には、ロサンゼルスで上映され、肯定的な評価を受けた。12月5日、ロンドンのレスタースクベアで、プレミア上映が行われた。12月21日、日本で公開された。初週は前週に公開された、ワンピースフィルム Z に阻まれ、観客動員数1位を取ることはできなかった。しかし、年明けから春にかけて、 ロングヒットを記録し、累計動員が455万人以上、累計講習は55億円を突破。日本で公開されたミュージカル映画としては、歴代1位の記録となった。また、ミュージカル映画の中でも、ほぼ全編を歌唱パートが占めているためか、日本語吹き替え版が制作されてない。吹き替え中心のワウワウプライムでも字幕版が放送された。 日本では2019年12月20日で本作の国内上映権が切れるため、11から12月には、秋田、川越、目黒、立川、柏の葉、秋島、松本、南場、塚口の映画館で再上映が行われた。12月20日の日本国内最終上映は、川越スカラザで行われた。2012年12月20日時点で、 ロッテントマトズでは64件のレビューで、支持率72%、平均点7.2、二0となっている。またメタクレティックでは13倍体のレビューで、過重平均値は55、100となっている。ありがとうございます。